わかる人にはわかる。すみません。ボッチサロック、最も愛されるキャラランキング。ボッチサロックも残りあと2回。アニメが終わってしまったら、ボッチュースになってしまう。アニメしか見ていない方は、ネタバレが含みますのでご注意ください。というわけで本日は、ボッチサロックキャラクターランキングを見ていきたいと思います。なお本ランキングは、みんなのランキングに掲載されている情報をもとに、見ていきたいと思います。ランキングの他にも、こんな動画やあんな動画を上げていますので、チャンネル登録、高評価お願いします。それではスタート。さあ、行くぞ。第10位。ボッチサロック、長谷川あくび。まずはじめにランクインしたのはアニメにはまだ登場していないシデロスのドラム担当長谷川あくび。彼女はいつも口元を黒いマスクで隠しており、一人称が自分、ボビニスをつけるのが特徴。シデロスの中では社交的で常識人であり、同じシデロスの大月よよこのツッコミ兼フローを担当。面倒見がよく、シデロスの中では一番後輩にもかかわらずみんなをまとめていることから、シデロスの日課と呼ばれてる。このマスクをしていることで魅力がさらに増した。投票では 50.9 点とアニメにはまだ登場していないことから、この順位とした。第9位、ボッチサロック、後藤2人。続いて登場したのは主人公後藤1人の妹である後藤2人。姉とは正反対の天真爛漫な無邪気な性格な彼女はまだ5歳、まだ幼いため良くも悪くも素直すぎるがゆえ姉を傷つけている。純粋に姉のことをめんどくさいと思っているが、ギターの出前は評価しており、結束バンドのライブを見た際には姉のことをかっこいいと思っている。家族ヒエラルキーも母の月に上位により、語彙力の高さが垣間見れる。アニメにも登場し、その純粋な性格や屈託のない性格が評価され、見事にランクイン。第8位、ボッチサロック、大月よよこ。続いてランクインしたのは人気メタルバンドシデロスのリーダーを務め、ギター兼ボーカルを担当し、ひろゆきくりを純粋に慕っている大月よよこ。小心者のくせに意地っ張りな性格をしており、常に強い自分を見せようとしている彼女。語彙力がなく敵を作りがちな彼女は友達もおらず、バンドメンバーも次々にクビにしてしまう。そんな状況でもひろゆきくりは彼女を構うため慕っているが、実はきくりに便利に使われていることに気づいていない。向上心は旺盛であるため、今の地位にまで上り詰めることはできたが、上がり症でライブの度に3日間でないこともある。個人的にはもっと上の順位でも良いと思ったが、投票で集まった点数はわずか 60.3 点であったため、この順位とした。第7位、ボッチサロック、ピエリさん。続いてランクインしたのはライブハウス、スターリーのパブリックエンジニアを務めるピエリさん。口ピアスをつけ、黒い髪をストレートロングにしている彼女。イジチに地下たちと仲が良く、彼女たちには本名を名乗っているが、覚えてもらえずピエリさんと呼ばれている。見た感じは真面目な清楚系に見えるが、かなりいい加減な性格で、高校も朝起きられず1年で中退。イジチ聖火とは同年代で、よく彼女と一人身同士の闇を語っている。出番は少ないが、陰で支える立役者として見事にランクイン。第6位、ボッチサロック、イジチ聖火。続いてランクインしたのは下北沢のライブハウス、スターリーの店長を務めるイジチ聖火。ミジチニジカの姉で、年齢はコミックで30歳。シビアな性格で口が悪い、ただでは優しく厳しいことを言うのも妹を気遣ってのもの。女の子らしい一面も持っており、ぬいぐるみがないと眠れないという乙女な一面も持つ。自分では着ることはないが、家に可愛らしい衣装を鑑賞用としてコレクションしており、メイド服や学生服などいくつもコレクションをしている。後藤一人のギターテクニックに気がついており、才能に興味を持っている一人である。過去にバンドでギターを担当しており、当時はお茶の水の魔王の異名を持っていた。アニメ当初から出演で注目を集め、見事にランクイン。第5位、ボッチサロック、ひろゆきくり。続いてランクインしたのは実力派サイケデリックロックバンド、シクハックに所属しベース兼ボーカルを務めるひろゆきくり。いつも酔っ払っている変人で、行き倒れていたところを後藤一人に助けられ知り合う。ライブハウス新宿ロフトを拠点にしており、カリスマ的人気を誇るバンド。一人のポテンシャルにも気づいており、一人が上のレベルに上がってくるのを期待している。高校時代はネクラな性格をしており、自分を変えるためにバンドを始め、一人と同じ境遇なため自分と重ねている。ライブ中も酔っ払って大暴れするため、儲けは全て壊した機材の修理費用で消えてしまい、生活は困窮している。愛用ベースにスーパーウルトラステンドン CEX と名付け、大事にしているが、しょっちゅうどこかに忘れる。キャラのギャップと演奏でも注目を集め、見事にランクイン。第4位、ボッチサロック、山田亮。続いてランクインしたのは結束バンドのメンバーで、ベースと作曲を担当している山田亮。下北高校に通う彼女は後藤一人より一学年上の先輩。ひょうひょうとしたマイペースな性格で、キクリとは違う意味での変人。趣味は廃墟探索と古着屋巡りで、一人で行動するのは好きだが、後藤一人と違って陰キャというわけではない。音楽に関しては独自の価値観を持っており、流行りに流されるのを嫌い、個性を重視している。過去に別バンドに所属していたが、売れ筋の曲ばかりを作るようになったことで脱退。そして伊地知に地下に誘われて結束バンドに加入したという経緯がある。演奏技術も結束バンドの中でも群を抜いて高く、
楽器に肉使いを注ぎ込んでいるため、いつも金欠、ミステリアスな雰囲気を漂わせているため、周囲は勉強ができると思っているが、実は相当なバカ。実家は病院を経営しており、かなりの資産家。両親からは溺愛されているが、その子保護に反発してロックを始めた経緯がある。変人キャラが注目を集め、見事にランクイン。第3位、ウォッチザロック。イジチニジカ。続いてランクインしたのは、姉のイジチ聖火の影響で結束バンドを結成し、ドラムを担当しているイジチニジカ。幼い頃母親と死別しており、寂しい日々を送っていたニジカ。姉がバンドを辞めてライブハウスを始めたのも自分を応援するためであることに薄々気がついており、バンドで成功を収め、姉のライブハウスを有名にする夢を持つ。明るく面倒見の良い性格をしており、初対面の人とも仲良くなれる人当たりを持つ。変人の山田亮や小衣装の後藤一人にもポンピツよく付き合ったりしている。ギターヒーローの大ファンで、当初は後藤一人がギターヒーローであることに気がつかなかったが、8月のライブで一人の演奏する姿を見てその正体に気づく。ライブでは緊張で終わるたびに毎回倒れる一人の運搬役を担当しているため、知らぬ間に体力と筋力がついており、最近は手慣れた手つきでトランプに一人を詰めているが、周囲からは死体を運んでいるように見えるため怖がられている。まさかまさかの3位で見事にランクイン。第2位、ウォッチザロック。期待くよ。続いてランクインしたのは、結束バンドのメンバーでボーカルとギターを担当する期待くよ。彼女はいわゆる陽キャで、一人とは正反対の性格で、容量もよく友達も多い。一方で何でも無難にこなせてしまうことから、これといった特技もなく平凡な自分にコンプレックスを持つ。イクヨという名前が気に入らず、周囲には名字で呼ぶようお願いしている。山田亮を慕っており、彼女に近づくためにギターを弾けると嘘をつき結束バンドに加入した。しかし土壇場で逃げ出してしまい、そのまま音信不通。一人がギターをしている姿を見て、一人と交流を持ったことで結束バンドに再加入する。人と接するのが好きで、自分の SNS のフォロワーは1万5000人以上おり、結束バンドの公式 SNS も担当する。手腕もあり、SNS は着実に人気を集めるが、美容の話ばかりしたせいで音楽系アカウントだと思われず、ライブ告知をした際には化粧の実演販売をすると勘違いされるほどである。第1位、ウォッチザロック。後藤一人。見事1位に選ばれたのは、自他ともに認める陰気屋で承認欲求が人一倍強いにかかわらず、人と接するのを極度に苦手とする後藤一人。すぐに自分の視界に入って落ち込むという情緒不安定な部分があり、押し入れや段ボールに潜り込む癖があり、完熟マンゴー仮面を持ち歩いている。ギタリストを探していた一時に地下に誘われ結束バンドに加入し、ギター喧嘩師を担当。山田亮にぼっちのあだ名をつけられて以来その愛称で呼ばれる。ギターの腕前はかなりのものだが、他人と合わせるセッション経験がないため、バンドではまともな演奏はできていなかったが、徐々にバンドとして演奏できるようになってきた。文化祭では機材トラブルというアクシデントがあったものの、アドリブでボトルネック奏法を行いライブを成功に導いた。いつもは気づかれないが、実は同性すら見とれるほどの美少女で、黙っていればアイドル事務所に入れるビジュアル担当と言われるほどのポテンシャルを持つ。ただ決め顔は10秒しか持たず、普段の気候が全てを台無しにしている。投票では 95.7 点と北ちゃんと接戦したが、堂々の1位にランクイン。気に入っていただいたらチャンネル登録お願いします。あざす。